はい、ではポスプレッシオです。ポケモンしか使えないランクマッチ、今回もやっていきましょう。今回はですね、こだわりハチマキを持たせてドータクを使っていこうと思います。このドータクは、まあ、エース特性そんな高くないんだけど、89だっけ。まあでも、ジャイロボールがかなり強力だから、素早さが低いからね。まあ、それでもハチマキ持たせて、耐久がそこそこ高いポケモンだから、耐久しつつ、まあ、ハチマキで超火力のジャイロボールを打つと。まあ、そういう感じですね。はい、そんじゃやっていきましょう。トラフさんとマッチングしました。これは、これはハチマキドータクがかなり活躍する試合なんじゃないか。鋼弱点が4体か。これむちゃくちゃいい試合じゃん。そうだね。あと対立だからウィンディーでもそこそこ強く出れる。ってんじゃないこれ、ドータク支えすぎじゃない。ドータク倒せるわけもいないでしょ、これ。そうや、ただ初手はちょっとあれか、さすがにそれ、ドータク温存しとかないとちょっとやばいことになるから、そこも振ってるからそこまで脅威ではないんだけど、特殊アタッカーは。ゼルヤス、グレイシュやレフン、ウツノイの特殊アタッカーだから、まあでも、ヒラナでいいかな、ここは初手。ヒラナは結構取ってるから、まあ初手ヒラナは安定って感じか。ヒラルマ、ドータくん、それで最後に、まあ、助けたいってガラを破る、なんとかなるガメラヤスでいくか。はい、対戦よろしくお願いします。初手エルフーンか。なるほど。いたずらこの追い風かな、これは多分。まあ、これは何とも言えないんだけど、まあでも、多分いたずらこの追い風だと思うから、まあ別に、いや、もう、ドータ君は別に、痺れもらわれてくるんだ。なるほどね。ここ痺れんだよ。痺れたね。よし、多分助けだと思うんだよな、レフンは。あ、やっぱ助けか。そうだよね。なんとなくそんな気がしてたよ。何やってくるかな、次。いや、まあ、追い風だろ。さすがに追い風だとは思うんだけど。なら、まあ、一旦、いや、とりあえずレフンめんどくさいから処理するありか。ヒラルはいなくても別に困んないよな。あ、ゴイランダーがめんどくさいわ。ダメだ。ゴイランダーめんどくさい、そうすると。ヒラルはいなくなるとゴイランダーが無理だから。ただ、追い方なんでガメダイスに交代しよう、ここは。ガメダイス交代して、これでガメダイス、どうせ追い方だろ？置き土産か。これは、微妙いな。そっちなんだね。なるほどね。殻をやぶす、積んでも、火力持っていいものだけか。それはちょっと微妙だな。ゼレアスなら別にドータ君でいいよ。ゼレアスをジオコントロールってさ、防御上がらないんだよね。だから、ハチマキドータ君の、ジャイロボールで一発だから、どう考えちゃって。まあ、ここは別にドータ君でいい。ドータ君に引いていいところは、ゼレアスってパワーハーブを持ってジオコントロールすることは前提のポケモンなんだよ。だから、パワーハーブすると、でも、一回使うとパワーハーブなくなるから、これで、まあ、パワフルハーブか。パワフルハーブで、なくなって、まあ、これで次からジオコントロールするのに2回、リターンかかるようになるんだよね。まあ、だから、これで、ドータ君来たからゼレアス引いても、相手としてはかなり痛手になるってこと。まあ、それ結構いいんだよ、ね。まあ、別に引いてこなかったとしたら、ここはジャイロボード一発で倒すだけ。一発でどうせ倒せるから。雷、当たらなかった。まあ、当たっても多分耐える。さすがに耐えてた。それは。よし、これで、よし、これゼレアス落とす。いいね、いいね。あーし。やっぱりね、このハチマキの火力が結構でかくて、まあ、ドータ君、ハチマキなくても一発で倒せるときは倒せるんだけどね。ちょっと、ウィンディーダメ。ウィンディーはちょっとダメだな。いやな、別に切っていいよな。別に切っていいんだよな。この時代でもどんぐらい入るかな。対立だからまあ、折り身で、外す。あ、別に、もう、ドータ君いないよ、正直。ドータクを早めに切って、どうするべきかな、これ。ウェンディってなんか積み技とか持ってるイメージないんだよね。で、どうするのが正解、これ。微妙いなぁ、なんか。で、ドータクの自信はありなのかな。次、オリビアやってきたから、次もオリビアやってくるのはヒーラム交代で、やけど効かないから。ドータ君の自信がどんぐらい入るかわかんないけど。
まあでも一旦まあ平田まで引いて、とりあえず自信打っていく。まあでもウィンディは多分自信持ってるからな。ここは、ああ、体締めて、こっちが先制してるの。麻痺状態でこっちが先制してるんだ。それはちょっと意外だな。ウィンディやっぱりそうだ。最近のウィンディはね、座シアン対策のために HB に振ってるやつばっかだから、素早さ面がそんな速くないのか。だからまあ、スカーフ巻いて、締め状態でも抜けるんだ。ああ、新速使ってくる。まあ、さっきの素早さ関係分かっちゃったからね。あ、でもこれ自信通ったらまあ、半分は入るでしょ。そうだね。次の新速耐えない？これ。次の新速耐えるのは無理か。どう？ああ、締めて動けない。まあ、しゃあない。ああ、それで朝の日差しで回復。なるほどね。いや、で、今朝の日差しで回復よかったろ。今動いとったら死んどったよ、お前。よしよし。まあまあまあ。まあ、しゃあない、しゃあない。いや、よしじゃない。なんで今よしよしって言ったんだ。違う違う違う。ウィンディ、いや、ここで締めたから、結果的に相手は、ウィンディの HP ほぼ満タン状態で、平野を倒すことができるのか、新速で倒せるかどうか よくわかんないけど。倒せるのかな、これ、新速で。倒せる？倒される？あ、ギリギリ耐える。まあ、これ自信打っていく。まあ、また半分。で、半分以上入ってるね、これ。ギリギリ朝の日差しの回復が追いつかない感じか。まあ、でも、ここはまあ、新速で倒してくるとは思うんだけど。まあだよね。まあこれで問題なのが、ガマウエスのアクアブレイク落としきれるかな。新速持ってるってことはちょっとカラエバ使いにくいから、そうだね。ここはとりあえずアクアブレイクでいいかな。あ、先生してそうか。素早く振ってないから。よし、これで。はい。よーし。で、これはご想像レッドでダメージ受けるか、まあ関係ないと。はい、先生でございました。